スノーマン、メンバー増員のいきさつを初告白、最終的に10カ人になる予定だった。2019年にラウール・メグロレン、向井康二が加入。嵐の二宮和也とスノーマンが出演する、TBS 系バラエティ、それスノーマンにやらせてください SP、58時30分、が5日に放送された。二宮とスノーマン、ラウールは別の仕事のために不在、がスタッフなしの居酒屋で本音トークをする企画で、スノーマンが現在の9人体制となったいきさつを明かした。嵐のデビューいきさつなどを語る中で、渡辺翔太は、増員、してデビュー、って前例がなかった。最初は3人だけじゃなかったと2019年に増員となったラウール、向井康二、メグロレン以外にも候補がいたことを告白。2012年に結成されたスノーマンは当時、深沢達也、佐久間大介、阿部亮平、岩本照、宮舘涼太、渡辺の6人だったが、デビューの話がないまま月日が経過。そこでターニングポイントとなったのがメンバー3人の増員だった。2020年には9人で CD デビューを果たした。